本当に眩しい。目の前に広がる見事な緑の島、西表島です。九州鹿児島から点々と1300キロも続く島々、その南の端に位置する八重山諸島の中で最も大きな島です。今西表島は水の豊かな島です。川の随分沖縄の森を歩いて慣れたつもりなんですが、やはりハブは怖いです。日本で最も美しいと言われている鳩、キンバット。うわ、すごいゴキブリです。山のゴキブリ。この日はあいにく変わりやすい天気でした。さあ、ようやくジャングルを抜けます。ああ、これカンピレーの滝です。うわー、すごいね。浦内川の上流、カンピラとは、神様はここに座って一体何を考えていたのでしょうか。こんにちは。何ですか？あの、ヤンゴですか？ヤゴが今私たちが平均になるこのイカガラをですね、はい、探してるんですけど、ちょっとあいにくの天気が作って。ああ、そうですか。はい、あのこの島の特産っていうか、この島にしかいないトンボっていうのは、はい、あの西表島特産地としては、あの、ええ、八重山花高トンボとか。八重山花高トンボ、はい、西表南ヤンマだとか、はあ、ええ、ちょっと探してるんですが、なかなかこう難しいようです。ああ、そうですか。ああ、あのところでちょっとこの上空をちょっと2つぐらい飛んでた。飛んでました。飛んでました。ああ、だけどまた今ちょっと、ああ、日本でここでしか見ることのできないトンボもたくさんいます。花も例外ではありません。亜熱帯ならではのマナー、もちろん野生です。で、先ほどあった波長はいるはずです。必ずいるはずです。小さな沢はこの波長に限らず蝶の集まる格好のポイントです。八重山一町のオスです。この幼虫の食堂、ここに、あー、行きます、行きます。はい、ちょっとごめんね、ちょっとごめんね。これがこの波長の秋麗幼虫です。もうすぐ騒ぎになって、飛び回るわけです。
雲に何か。ああ、います。一ついれば、ここには、5か6ついるはずです。はい、ごめんなさい。すいません。あ、これも、こちらちょっと、こっちの方が大きいですね。やはり修霊用地です。ああ、頑張ってな。はい。よし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 。はい。お前はこっち、お前はこっち。やっと見つけたこの波長のサナギ。幼虫と違ってサナギは動き回ることはできません。ですからこの波長の幼虫は目立たない暗い藪の中でひっそりとサナギになったのです。また雨。今度は本格的な降り方です。残念です。これだけ、広い夜中のマングローブの林を歩いてると、なんだかとても日本にいるような気がしますね。うわー、これ驚いた。なんだこれは。すんね。はいはい、持ちます。でも指気をつけてくださいね。足で。おすごいね。うわ、そうだよ、そっくり返ってきますからね。うわ、あれ、ちょっと待った。あ、しまった。ちょっと待ってください。水澄ましましょうね。ちょっと水が濡れると。ありました、いました。ちょっと待ってくださいよ。今おとなしくしましたからね。はい。これだけ大きくなるとさすがの山下さんも慎重です。うわー、すげーな。あ、踏んでから足の中だいぶ残ってますよ。潜ってますか。はあ、うへー、すごいな。これはちょうどもう完全に両爪で、両爪完全で足の爪揃ってますね。そうですね。へえ、これはちょっと思うんですね。ガザミの中でも思うんですか。ええ、そうですね。はいはい、袋の中にですね、はい、あの紐が入って出してもらいます。はい、これはちょっと縛っとかないと。はい、そうです。はい、ちょっと縛ってもらえますか。はい、じゃあ、これは本当にちょっと縛らない。大丈夫ですね。はい、大きいですよ。すごいな。
風船を膨らませるように押し広げるんです。もし羽の脈が切れたり、はあ、これは驚いた。野鳥の口はストロー状ではなくて2本に分かれてるんですね。いや、これは驚きました。2時間、まだ完全ではありませんが、羽はほぼ広がりました。いやー、なんとまあムッとする耐え難い暑さ。見てください、この姿。本当にか。よく見ると一つ一つ枯葉模様が違っています。それぞれみんな違うんです。葉脈っていうんでしょうか、それがはっきりしたものや枯葉に苔がついたような微妙なものまで様々です。この波長が世界的に知られるようになったのは、鳥などの敵の目を欺く見事な保護色、擬態としてこの枯葉模様が注目されたからです。この枯葉模様が敵に対してどれほど効果があるのか、まだはっきりは分かっていません。でもじっと木の枝に止まって、この波長の食事は樹液です。カミキリムシやクワガタがかじった幹から染み出した樹液、そしてそれちゃんと待ってます。羽化の時には2本にはルリタテが、下にナオルリタテがです。おほ、強いですね。この波長よりずっと体は小さいんですよ。本当に美味しそうに樹液を吸っています。そんなには甘くありません。わずかに甘酸っぱさを感じて、僕の汗を吸いに来たんです。あの、子供の頃からこの波長をずっと追ってますけど、この波長にこんなことをされて、こんなことしてもらったのは初めてですよ。好きになっちゃったな。うわー、かわいいね。ほら、びっくりしました。午後、波長のメスたちは涼むし草のある沢沿いに集まってきます。産卵をするためです。産卵は涼むし草の周りの木や草に一粒ずつ卵を産みつけていきます。卵から幼虫、サナギ、そして成虫と、新しい繰り返しがこの瞬間から始まる仕事、それが産卵です。でも見てください、この波長の鱗粉。人類の祖先が地球上に現れた昔、それよりもはるか前から進化を続け、こんな装いを作り出してきたんです。自然が作り出した見事な芸術品です。
その美しさは今も次の世代へ、また次へと深い森の中で確実に受け継がれています。この波長だけで生きているわけではありません。この波長